とにかく精悍に特化する今まで経験してきたエッチの世界とはもう全然違います教育が多分めっちゃ上手いんですよねナンパめっちゃしたんですよ一年だいたい3 0人ぐらいだけで若造先生先生すごいと思うんですよ <laughs> さあ始まりました成功者の壁視界はあいみつの金藤です この番組はビジネスで成功したい挑戦者がいかに自分のビジネスが素晴らしいかを5人の成功者にプレゼンしていただきますそして社長から浴びせられる質問や難題に対して全てクリアしその壁を越えることができたもののみが夢の成功者への道が開かれるそんな企画となっておりますでは挑戦者の方簡単に自己紹介をお願いしますはい私若林健吾北海道出身の、えー、今 東京 M 生館という女性用風俗で店長を務めております。現時名は若造ですよろしくお願いしますそれでは社長に40分間のプレゼンをお願いします。はい。えー、今、私はですね、東京秘密基地という女性用風俗で、えっ、ー、と、多分全国的にシェアを獲得しているお店のセカンドブランド、東京 M 生館というお店で店長を務めております。で、昨年の 7月にオープンしまして、今現在で9か月目、10か月目ぐらいなんですけども、売上としましては、1400万から2500万ぐらい、2, 万ぐらいえー、毎月売上,上げ上げてるっていうような店ですすごいね。株式会社、ティーズインベストメント会長、竹野内幸宏、全国600店舗展開するリラクルを創業し、270億円で売却。 ビジネスの立ち上げ事業投資などその数40以上およいビジネスモンスターが挑戦者に切り込むえ7月からオープンしてはい7月にオープンしまして実際にま正、あ、直は半額キャンペーンっていうのをやったので売り上げはちょっと低いんですけど、うん、いやいやそれでも1400、はい、万上がってました、ね、え4人でえっと合計で7人です僕はその時はやってませんでしたほ<う>キャストの管理と 僕一人ででやってたんで、はい、お店の裏側は予約対応だったりキャストの成長だったりお店の広告とか含めて全部それは自分一人やってたんでそういうの時はプレイヤーでやってません。 ただマネジメントとして7名を動かしたってことなんですね株式会社クリーム本舗代表吉野茂スイーツ専門店クリーム本舗コハジェラなど20店舗を超える飲食チェーン店を運営コンサルタント事業有機備品の卸ホー務店など次々と事業拡大に挑むスイーツ界のホープは淡い挑戦者をどう見極めるかただマネジメントとして7名を動かしたってことなんですねはい<ー>そうです失礼しました6名ですね6名です ともとししてて年ほどやってました、うん、その時の最高売り上げってどれぐらいですか株式会社メルベイユ代表元則社長業界最大手の通信回線営業会社を運営業界未経験ながら組織管理術を武器に最強の組織力を作り上げ23億円で売却通信業界の異端児が挑戦者に導き出す答えとはその時の最高売り上げってどれぐらいですか い万ぐらいですかね月でちょっと分かってないんですけどね、はい、これだけ売り上げてるのに何をサポートするんですかあもっとその純粋に今秘密基地とかが全国的にシェア取ってるんですけど自分は直営で全国展開狙ってますセカンドブランドをやらせていただく権限いただいて。 で今こうやって自分がもっと盛り上がっていったらその他の店舗例えば僕今大阪でやりたいと思ってるんですけどそことかはもう全部自分に任せてもらえるような感じになってます任せてもらえるというのは自分がお金出してやるということですかそうですで自分が代表としてはい、えーあ。オーナーとしてフランチャイズみたいな形でいやフランチャイズじゃなく直営であいや、えー、自分自身が 自自分自身はもう完全に独立しててやるってことですかあい,いえ、えっと、東京・秘密地の、まあ、オーナーの方ともともと折半でやらせていただいてて東京 M 生館をあと株を半々で持ってるようないやろしあそういうこといや僕じゃなくて代表がもう一人いるんですけど、はい、でも、えっと、ここから新しく大阪 M 生館とかができた時に、まあ、若林が本当にそれだけの力を持って本領を発揮して実際に実績を売り上げられるんだったら任せていいっていう話は頂い,いてます で今大阪にないと今大阪にないです東京1店舗のみですあ東京1店舗で6人稼働させて、はい、予約は漏れてるんですか漏れてましたね当時は今は26名まで増えましたああキャストがはい、えー、でこれを年内に五十いや100ですね百人にはしたいですね開始早々実績を武器に社長たちをうならせる挑戦者 成功者の壁を越え全国展開の足がかりを作ることができるのかうちのお店はその秘密基地とか他店の業界含めてこの女性用風俗の業界が一番値段高いです一番メジャーなコースが120分で1万8000円から2万円とされているんですけどうちのお店は120分2万4000円でやらせていただいてても予約はしっかりくるっていう。 でコンセプトとしましては、とにかく性感に特化するっていうことです。エッチに特化するということです。特化するということですけど、なぜその東京秘密基地は特化しろいいですか。結論を言うと、特化しきれてはいないですね。どう違うんですか。癒しとエロです。自分の体とかをほ、が、女性のですね。体をほぐしてもらってから。 少しずつエッチにその際どいところを攻めていって、あの、本番って購挿入はできないんですけど、そこから、あの、だったりとか、だったりとか、おもちゃ使って女性を気持ちよくさせるっていう感じなんですね。うちのお店はアロママッサージしません。しない代わりに、まず、あの、始まり方がもう特殊で、うちのお店のコンセプトは、アダルトテーマパークなんですよ。 毎回入るたびにやることが違ったりだとか、そのキャストによって味が違うんですよ。みんなやることが同じではないんですよ。うんだから女性の人が毎回来ても飽きないんですよ。そのプレイの始まり方が縦になったらまずないんですけど、ちょっと目隠し合わせん体って言って、女性の人を目隠しさせた状態でお風呂場で立たせて、後ろから、あの、そういう、ロうんとアロマオイルだとか、 そういうのではなくて、もうボディーソープをホイップ状にして、メインスとかでは一時期なんか流行ったらしいんですけど、そういったものを使わせていただいて、女性に今までフェザータッチっていうのを秘密基地とかとか、サテンとかでよくやってるんですけど、それをよりゾワゾワ感を増させる。で、視覚を遮断させる分、より感度って上がるんですよ。で、そこに、ちょっとなかなか伝わらないかもしれないですけど、言葉攻めって言って、これすごい難しいんですけど、エッチの言葉をどんどん混ぜていって、 相手の女性を極限にまで興奮させる。皆さんのご想像を今まで経験してきたエッチの世界とは、もう全然違います。どんな言葉詰めするんですか株式会社スキルハックス代表取締役、佐藤勇樹。飲食初店舗と美容室2店舗に加え、情報共有サービスブレインを運営する実業家インフルエンサー。名だたる経営者が一目置く、ビジネスハックの振動は、挑戦者にいかなる助言を告げるか。 どんな言葉責めするんですか言葉、あ、いいですかちょっと軽く。え、例えばなんですけども、あの、女性の人が普通に後ろから攻められた時とかに、最初は、なんか、あれなんかすごいビクッとしてるけど出してとか、すごい動くじゃんとか、本当こういう優しいのことかなんですけど、もうその後に行かせた後とかは、俺早く行けよとか、と本当にこれぐらいの大きい声で言っても、女性の人って分からないんですよ。これぐらいがちょうどよくなるんですよ。行くと、 女性の人ってもう興奮度上がりすぎちゃって感覚がもうわからなくなっちゃってるんですよ。だからこんな今みたいな声のトーンで喋っても聞こえないし。あとはそれが終わった後に甘い言葉とかでもしっかりやってバランスを取るっていう。これが今までの女性用風俗でゃないんですよ。それそ<の>ないことやっていいんですかね需要はあるんですか結論言うとありました。うん、はい。なんでかっていうと今までってその癒しかけるエロってやること一緒なんですよ。毎回 この女性用風俗って、一人の女性の人が、もう月に3回、4回利用するのって、そんなにおかしくないんですよ。で、毎回利用してると飽きちゃうんですよ、正直。分析され尽くしたデータを踏まえて、店の強みを語る挑戦者。一体どのようにマニュアル化されているのか。話は、キャストの教育環境に及ぶ。 キャストっていうか、その男性のなんか、クオリティの担保っていうか、それはもう教えてるってことです。言葉はこういうか,かけろとか、こういうふうにやれとかっていうのはも、マニュアル化してて、っていうのがもうきっちりあるっていうことです。あります。というや、もう僕の体の中にあります。だから、僕がみんなに教育してます。岡三先生、はい、まあ、先生と呼ばせてもらいますけど、ね。あ、ありがとうございます。<laughs> あの、先生、すごいと思うんですよ <laughs>、うん。ありがとうございます。いやすごいっす。で。 な経歴を知りたいんですけどあありがとうございます、はい、普通に勉強して国公立の大学行ってその後なんか IT 系のまあ普通に口にしちゃってもいいんですけど富士通グループに就職しまして、ねうん、ただモテなかったんですよ女性経験が1人ぐらいしかなくて社会人そこからナンパめっちゃしたんですよしたら1年大体300人ぐらいだけで だけで1日1人平均だいたいってこと 1, ?1 日そうですね少なくともはいえどうやっていやもう声で声をかけまくるんです <laughs> はい1日に100人声かけたりとかすごい普通です,すでそれしてると、あのー、面白いことに行かせらんないんですよねでも女性を<ー>要は自分はそこの雰囲気持ってってただ、X、を入れて 相手の人と自分が射精できればもういいっていう気持ちでやってるんで、行かせるってないんですよね。もちろん行く人もいますけど。そしたらふと、あれおかしいなって、俺行くのに女性なんで行かないんだろうって思い出して、そっから AV 始めたんですよ。始めだっていうのアダルトビデオに出演したんです AV 男優として。ほはなんか、普通に考えると、や,るね、やっぱりシミケンさんってエッチうまいじゃないですか。<laughs> はいはい。あれはやっぱり見せるものなので、 あ、俺のが求めているエッジってこれじゃないなって思って、やっぱ活かせることにすごい興味があったのに違うってなって、ネットで調べての時に女性用風俗っていうのを知って、すぐに東京秘密記者入って。うん。あの夜の業界って本当に優秀な人が実は少ないと僕は思ってるんですよね。あの元々 <laughs>、要するにそういう経歴から夜の世界に入ってくるっていうのが少ないから。 すっごい実は市場的にはいいのに、そういうまともな人がいないから、伸ばしていけないっていう世界なんですよ。あの、テリヘルとかもそうですし、だからそういうまともで、本当に経歴あって、経営者の素質がある人が運営すると、本当に拡大していくんですよね。僕それ何個も、何個も見てるんで、だからそう考えると本当に優秀だなってやっぱ見えるんですよね。ありがとうございます。先生、すごいですよ。いえ、うん、本当に。とにかく、うちのお店は、 青函技術がみんな高いっていうところと、毎回会っても本当に面白く楽しませてくれる。それが結果として口コミに現れてて、東京 M 青函ってオープンして10ヶ月目で、もっと多分実際にはもう今あると思うんですけど、今1610件来てるんですよ。で、当時秘密基地が10ヶ月目ぐらいで、だいたい250件ぐらいだったんですね。うま、あのお店ができてから。もちろんその時の時代も違うんで、 比較対象としていうのはあれですけどこれは異常ですこの口コミ数は結局うちのお店は単純に気持ちよくしてもらいたくて来てる女性が多いんですよだからこの人のに好きになるというよりはこの人のこのプレイが好きなんですっていう人が多いんですよだからお店を回遊するお客さんがすごいんですよでもイケメンがやっぱり売れるんですか結論を言うと違います違うんですね<ー>もちろんその傾向は多少なりとあるかもしれないですけど大事なのはやる気ですやる気 やる気です。です教育が多分めっちゃうまいんですよね。いや、教育を聞きたい。うん、その、教育が相当難しいはずなんですよね。はい。まあ、そういう特殊な能力っていうか、まあ、そのテクニックで、やっぱこう、あれしてるんで、僕はよくあの、ほら、えっと、人に頼ったらダメですよと。人のテクニックに頼ったら、授業って伸びないですよって言ってるんですけども、それをまあ、仕組み化したりとかなんかしてるってことですかはい。ありがとうございます。実は仕組みに入れてまして、ちょっと弱いって感じるかもしれませんけど、 うちって 3P の予約が業界で一番多いんですよ。一番多いのはうちの店だと男性、うちのキャスト2名と女性が1名。まあ僕じゃないんですけど僕が育てて何ヶ月もオープン前からしっかりと技術を指導してできるようになった人たちとあとは入りたての子。お2人を組み合わせて予約で活かせて先輩のプレイを後輩は見るんですよ。で、それを見ると一番吸収率が高いっていうのはもう僕が現役時代の時にいっぱいやってたんでもうわかるんですよ。 仲のいい友達を同じ同僚の人たちを僕が一緒にやってわっ和歌のプレーすげえわってで褒めてもらっていやこれはこうやってやるんだよっていうのを教えるんですよなんか座学の講義みたいなのもあるんですよねワンダフルワイフ株式会社代表山本隆憲参加者5000人以上ものサロンウェイ SNS フォロワー30万人超え時代を見据えたネットワークの伝道師は 挑戦者を成功へ導くのか女性養風俗に通っている女性から聞いたことあるんですけどその教育担キャストの教育担当が変わった瞬間に店の全体のクオリティが落ちてもう行かなくなったっていうのを聞いたことあるんですけどなんか直営を増やした時に若林さんが全部一応教育はされるっていうことなんですかもちろんですそれしか考えてないですはい。でも弟子みたいなのもできて,てるわけだよね実際ね 教員業会社とか分かるもんやっぱ本当それが一番学べるからオンジョブが一番だから、はい、確かにねって思うもんねはいでもそのもう弟子もいないとだってす多,かあの多店舗展開できないもんね一人だけでは難しいと思うけどその辺はどうなのできないんでうちのキャストってすごいことに出張みんなほとんどオールオッケーなんですよということはどういうことかっていうと,と今教えられる人材がうちのお店に7人ぐらいいますと7人のみんなが大阪に行けるんですよ つまりどういうことかっていうと、別に大阪に限らず全国に行けるんで、例えば、スポット的に僕は基本、その、一定期間はいる。で、もう一人できるやつを連れてきて、で、新しく入った子をそこで育てて、それが大阪とかで、北海道とかで。で、育てて、ある程度のレベルまでまた行ったら、また次の場所行って。でも、じゃあもう参った大阪、北海道には、あの、若造は来ないのかって言われたら、絶対そんなことはないと思います。絶対廃れていくんで、常に見張ってる必要はあると思います。 これ片屋でもやっぱえー、っと,、ね、営業と全く一緒で独立する可能性ってあるじゃん自分ができるようになったらこの辺はどうやって抑える仕組みになってんのはい結論言うとその人の力によるんですけど、うん、基本無理だと思ってますなぜなぜかっていうと広告がうままくできないいと思います、うん、広告がみんな失敗するんですよ僕も自分一人でお店やりたたかったんでですよでもやめた理由は東京秘密基地にかなう理由がなかったんですよ あの圧倒的な広告をもとに自分が一から始めてやるんだったら僕がチャンネル登録者100万人ぐらいで男性の人にめちゃくちゃ愛されてるようなエッチの分野で愛されてるような人材とかみたいな圧倒的なインフルエンサーでもない限りはなかなかうまくいかないなって思いましたね多分あのバズったのが YouTuber とかがやっぱり取り上げてくれて女性 YouTuber がね結構あの呼んでみた系がバズったんですよ でそこから東京秘密基地という名前が広まってシェアのおそらく女性洋風俗の90%以上になってますよねそうですねまあ7割8割ぐらいだと思いますけどでもそれぐらいいってると思いますで残りの2割ぐらいを何社かが取り合ってる感じじゃないですか一社が取って残りがみんなみたいなあ、そんな感じ二、はい、社まあ秘密基地満天堂満天堂ってあるんですか、はい、っていうお店もあるんですけどか昔からある老後なんですけどあ もう、で残り死にせって読むんですけどね。はい<え>。死にせって読むんですよ。あ、そうです。<laughs> <laughs> なるほど。だけど、今、東京メ生館が間違いなく群を抜いて活躍してます。もう、僕のもう一つのポイントは、とにかく目立つなんですよ。SNS とフレークいっぱい更新する。それは僕だけじゃダメなんですよ。キャストの管理として、キャストがみんな毎日ツイートしなきゃいけないんですよ。で、みんな生還に関するツイートをするんですよ。 これをすごいさせるのが多分他の人がやってもなかなか難しいと思いますそれをさせるだけの信頼を得るっていうのも大事だし何よりそれに女性の人が興味を持ってもらう人は顔を出してツイ,ツイートとかやってるのやってる人が多いですうちの店は、うん、結論言うとフォロワーはそんなに増えないです、うん、フォロワーが増えなくてもいいねが増えなくても インプレッション多い人に入るんですよ、予約が。なんでかっていうと、女性の人って、この業界用のアカウントとかを作ったりする人って多いんですね。でも、自分が普段入ってる人がいて、その人にアカウントバレてるのに、DM でやりとりしたりすることがあるから。この業界の主なやりとり DM なんですよ、Twitter の。お客さんとキャストので、いいねつけちゃうと、足跡残っちゃうんですよ。だからみんなつけないんですよ。でも、 インプレッションが多いってことはどういうことかっていうと、みんなが多少ないとも注目してるんですよ。だから、インプレッション多い人とかは、やっぱ予約入ってます。もうこれはもうデータがそう言ってます。SM とか、金バックとかってうちの店ってできるプレイヤーいるんですけど、そういう人で全然いいんですかないんですよ。でも毎月売り上げ300万いってるんですよ。でも、さっきが<あ> DM を直接や,、ね、やっちゃうと、直接つながっちゃって、じゃあ、安くするから俺やるよっていうパターンって絶対出てくるじゃん。 あります、うん、これはこれは、えっと、ある一定は仕方ないんですけど、うん、結論言うとこれやってるやつは基本的に続かないですこの業界では、うんうん、見てみるフリーしとくみたいな感じいや気づけばもちろん注意してしも,、うん、もうあのそれ相応の対応はさせますけどでもみんな気づくんですよ途中でつい最近もありましたお店にクレームが入ってなんとかくんっていうことを裏引きで会っててでももう私うんざりになっちゃったから でそいつ注意してそれ相応対応させましたけどでも結果やっぱりお店辞めないんですよなんでかというとこのお店辞めちゃったらもう儲ける場所なくなっちゃうからこんなうまいお店ないからっていう理由でみんなやるすご,いいやすごいなだから続けさせられるんですよ<ー>もちろん辞める人いますよ経験が仕組み化された完璧なビジネスモデルだが意外な落とし穴が挑戦者を待っていた あの僕今出張のマッサージ店を、まあ、全国で実はやってるんですよねあんまり言ってないんですけどでもフランチャイズでやってるんですよで、まあ、東京にも大阪にもあるし沖縄にもあるんですけども、えっと、大阪の売り上げで1000万から1,500万ぐらいなんですよでただこのやっぱり風俗って、まあ、風俗もそうですしこの出張マッサージっていうのは大阪ってやってしまったら大阪に2店舗とか3店舗で疲かれないわけなんですよねそこでキャストがたくさんいるっていう状態じゃないですか 要するに大阪 M 政官というのを作ったら大阪、えー、堺市 M 政官とかはできないですよねできますねえでも大阪 M 政官に別に問い合わせてもらったらいいだけの話で大阪ってやっとけば大阪中の人たちが多分問い合わせ来るじゃないですかそうそれどうですかえっとそれはまあ何が言いたいかというと、はい、各都道府県で主要都市って考えたらそんなに多くないよねっていう話なんですよ これは全国全都道府県に出せるかといったらそれは結構難しいと思ってるんです、ねはい、売上のアッパーがあるってことす、ね、売上要するに拡大のアッパーがあるんじゃないかと思ってるんですけど結論言うと例えばすみませんね結論って言っときながら例えば変ですね。 なんでこんなに東京 MC 館の人って開発うまいんだろうってなって広がるんですよ口コミがすごいうちの店多いからだから結果的大阪の役が殺到しちゃった。師匠って呼んでいいですか <laughs> 経験がもう完全に仕組みになってきてるんで、まあ、真似できないですよね自分の目的は全女性が男性以上にいけるような世の中にしたいんですよ